これは2年前の千葉遠征のことでした。あの2年前の千葉遠征はバスで行ったんですね。あの知ってる方も見えると思いますが、バスで行ったんですけど、その時帰りにみんなで銭湯に行ったんですよ。はい。でみんなさん、あのいいですか、夏にのイメージってどんな感じですか。なんかもう完璧しっかりしてるとか、しっかりしてるとか、あんまり振りとか間違えたとこも見たことないんですよ、はい、ないですよね。そうなんですけど、その千葉遠征も完璧に振りもやりきって、やりきって全部が終わったその最後の銭湯で、何ここで事件が起きたのね。そうなんですよ。え、予想何だと思います。そうですね、もう答えますね。なんかまずみんなでお風呂を出てからそばを食べようと、ざるそばとかとろそば、夜ご飯食べちゃうってなって食べようとなった、はい、そうなった時に夏里がやりましたよ。そばをこぼしました。今まで完璧にもう踊りとかも全て完璧にやってきたのをこぼしたんですよ。でもただこぼしたとかじゃなくて、もうこぼし方がね、まあやってみて、やってみて、ずるーっとこの階段から上がるときにもずるーっと行って、氷とか全部ビューンみたいな。で私とマイドンとミユさんが真ん前からそれを見てて、もう私たちのところに氷やら水やら飛んでくるみたいな。もう将棋、しかも夏にはこの状態から起き上がらないみたいな。この状態を伸びた状態で3秒ぐらい静止してたんですよ。もうそれがね、その時はすごく、その時はみんな笑ってないですよ。大丈夫、大丈夫。その時ね、夏里の顔もすごくなんか正しそうだね、泣いたかと思って。そう、それから2年前のね、千葉遠征はもう蕎麦遠征ってことになりましたね、私たちの中で。はい、蕎麦遠征でした。じゃあ夏里、前に、あの判定を話してほしいんですよ、私は。一番暴露してほしいわけじゃなくて、いいの？最終戦だよ。もう本当に話したかったもんね、これが。これだけ言いたかった。そう、満足、本当にもう私たちは。もうね、最後の最後までこんな4年目ですいません、本当に。ということで、いいですか？もういいですか？言わなくて、じゃあ。もう十分です。じゃあちょっと、リナさん。ねえ、あのね、締めてもらってもありすぎじゃないですか？お願いします。ちょっとね、こんな話の最後の最後に来てしまったんですけれども、はい、じゃあ私、5年目の藤里奈です。よろしくお願いします。私はあの5シーズン始まる前に一つ大きな目標を立ててて、私の中で11球団あのチアのチアの皆さんいるじゃないですか。その11球団のチアの中で一番愛されるチアチームになるという、私は大きな目標を立ててました。それが私は今シーズン叶ったんじゃないかなと思っております。それは本当に皆さんの本当に温かい声援のおかげでありますし、だからみんなこうやってのびのびとこの場所で踊ることができていて、本当に皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。やっぱね、5年目にもなるとこんな真面目なこと言えるようになるんだよ、みんな。あは、足りなかった？ありがとう、本当にありがとう。最後、はい、ということでですね、まあ、私たち最後までこんな感じでやりきりたいと思っておりますので、皆さん、今日のディステージ最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。で、プチはまだまだ踊りますので、皆さんそのままのテンションで最後までよろしくお願いします。